今回はなぜか今になってだけどについての反応集をお送りします。個人的にマスクのへの字スリットってない機体の方が好きだから本家フリーダムより好きかもしれん。もっと活躍を見たかったぜ。いいよねライフリ、ゼータ顔はイケメンだよな。ゼータ屋で好きにエクシアとかイケメン多いよね。ウィングの白のラインなくして両腕白くするだけでもだいぶ現代リファインされたフリーダム味が出る。そうするとより元のフリーダムから進化したところがよくわかる。 X で見かけたポストだけど原型機からのバージョンアップ感がいいよね。そうそう、これ見て、あ、ちゃんとフリーダムしてるって認識して保存してあるもん。1機ずつを元機カラーにすると決めた。普通にこのフリーダムカラーで出してほしかった。気のせいかもしれないけど機体デザインが若干デスティニーの要素も組み込んでるように見える。肩は特に顕著だな。ライフリの肩はバックパックのあれっぽいし、イモジャは薄いからフラッシュエッジっぽい。手の甲はビームシールドの配置含めてデスティニーに近い印象。ガングレフォーの DLC で出てくんねえかな。顎部分がグレーなの個性的で好きだな。これはこれで良いが、やはりライフリは青ベースが合ってる。金関節はいらんな。関節が金だとストフリになっちゃうからグレーでいい。あくまでフリーダムの正当進化だし。種自由前のフリーダム強奪事件の時にこんなこともあろうかとという流れで登場する予定だったらしいから、フリーダム強奪事件が OVA 化されたらさらなる活躍を見られるかもね。初日で見に行って無差別切り刻みからのここのシーンで好きになった。監督のコメントを前提に見ると暴れん坊将軍感があるよね。最後のシールドが返ってくるところが濃厚に見える。これだけ無双してたらこういう気持ちにもなるよね。この後のカメラ愛が青く光るのがかっこよい。個人的にはシースクレールガンの発砲音が気持ちいい。上でフリーダムカラーのライフリあるけど、制作スタッフも CG モデル作る過程でフリーダムカラーのライフリ作ってたみたいね。やっぱり肩のコンパスマークが欲しいからシードフリーダム汎用デカール出してほしい。原型カラーにするとそれはそれでかっこいいんだけど、パッと見のマイナーチェンジ感出すぎて個性でないよなって感じもする。ストフリ錦&マイフリとパッと見の印象を被らせたくなかったのもあると思う。テレビならともかく一つの映画の中だとメカのキャラかぶりは結構致命的。カラーリングからの印象だとストフリの方が強そうなんだけど、普通にストフリよりも高性能って正式採用機らしさが好き。キービジュアルでゼータガンダムっぽさあった時点で惚れた上に、劇中が無双としっかり前座らしくやられたのがさらに脳を焼いて、種シリーズで一番好きな機体になった。初めて同じプラモ2個買って変形用と分けて飾るくらい良い機体すぎて好き。イモジャマだけど地味にめちゃくちゃ軽い。今までのフリーダム族とは色違いのこの水色がかった青が好きなのと、機体の青部分が多いのがいい。それだけにプラモだとこの色を完全再現できてないのがちょい残念。ロボット魂のやつのが色近いんだよな。映像で見るとクソかっこいい。イモジャに脳を焼かれた民です。対戦よろしくお願いします。ライフリもイモジャも色味が好きすぎる。次世代感あって好き。モビルアーマー携帯大好きみんだからフリーダム族で一番好きだわ。簡単寝そべり変形なのに利便性高くて好き。シールドファンネルの滑らかな時間差攻撃が本当に美しいんだよな。正式採用機っぽい雰囲気があるデザインが俺を狂わせる。ライフリ君の変形時さ、なんでビームライフルが下にあるんだろうね。大気圏突入する時もあるのに機能不全とか起こさないのだろうか。ゼータですら上につけてたのに。ビガジのオマージュかな。ビガジのライフルはシールド裏に収納されてます。大気圏突入でアチアチになるし、ゼータみたく機体上部に設置はできなかったのか。宇宙空間専用とかでデザインしたのを流れで大気圏なんかでも使う流れになったんだろうか。逆説的にその熱量に耐えれるくらい丈夫に作ってあって、被弾しても動くようにしているとか。ゼータも壊れやすい用途の盾ないと変形できないけど、その盾が異常に硬いですだし。そもそもザクが中波状態で大気圏突入できるし、熱への耐久力は確保できてるんだろう。言うてビーム打ち出す武器が熱に弱かったら、撃った時自分の熱で壊れない。
大気圏突入するんだからその話は別じゃない？普通に撃つのはわけが違うだろうに。内部が熱に強くても外装が熱に強いとは限らないわけで、多分ライフリとかのライフルは外装も高熱に耐えることができる素材にしてあるんだと思う。飛行する機体が狙うのは基本下方の敵だから下にあった方がええんじゃろ。え、大気圏突入するんですか、設計者猫。というかバスターやデュエルがライフルとか抱えたままで大気圏突入した後で問題ないし気にするようなことか。この世界 GATX シリーズの時点で大気圏突入は問題ないからな。ザクウォーリアまで来ると通常走行の量産機で突入可能だし、むしろバリュート使ってるギャンとゲルググが変わってる。マーツ機に何度も突入後即戦闘でその後突破するから整備を容易にするためにも通常の2機は装備用意されてるんだろうね。いやこの部隊過酷すぎない？考えてみればライフリー&イモジャに限らず大気圏突入時はビームライフル以外の固定兵装も基本向きだしだしな。それで暴発とか照準その他に不具合が生じるならそもそも単独での大気圏突入が無理ということになる。それはそう。だがこんな一番負荷のかかるところに精密機器のライフルをつけるんじゃない。ヘリーアームズというレジェンドがいるから大丈夫。ビームライフルが耐熱性が高い構造なのかもしれない。ウィング勢は自重が異様に軽いし一応パラシュート効果だし、内部むき出しじゃなくカウルみたいな外装つけてるから耐熱にも対応してるんじゃない。それこそ突入の1回だけ耐えればよいなら外装が熱に耐えられる前提で使い捨ての冷却用ボンベなりで内装だけ冷却し続ければよいんだし、冷却剤巻いてるぐらいしか対策なさそうだな。ライフル向き出しでも大気圏突入には問題ないんやで後輩くん。そもそもウィング内の内装ビーム砲ももろに熱にさらされてるからビームライフルも同様の熱対策はされているものと思われる。ライフルすんごいクッソ暑かったけど頑張りました。まるライフル、私が壊れても代わりがあるもの。フルバーストとか自立飛行する盾見るとストフリと同じ雲を一丁片手に持てばいいのにとは思う。ライフルも PS 走行材を採用しているなら耐熱性はあるんだろうけど。いや通常走行でも実現してるから関係ないよ。むしろバリュートの存在がノイズ。硬化した光線灯を終わったら即宇宙に戻ってくるし整備の手間減らしたいんじゃね。そういえば宇宙に上がるときは陽電子砲のキャビテーション使ってるから空力加熱がないから整備が楽なのか。かっこいいからだ、文句あるか。量子通信するドラグーン機能付きシールド、何だったらガイドレーザー受信もするしライフルにもしてるの。真下にしてるから問題ないのだろ。シールドがラミネート装甲未着熱を良い感じに周囲に放熱してくれてるはずだ。ライフリーモ社のシールドって表面にアンチビームコーティングしてるんだろうか。熱に弱いコートが剥がれたりしないのか。デモアスランのザク破損してたとはいえ大気圏突入でだいぶボロボロになってなかった。ゲルググたちも耐えれるとはいえ中の人たちも大変だし無理をしないに越したことはないと思うの。バリューとは空気抵抗による降下軌道の変化を計算しやすくする効果とかありそう。問題あったら下につけるわけないし問題ないから下についてるんでしょうとしか。初代自由からしてシールド手前に出してウィング展開はしてるけど別にライフル自体を保護格納したりせず大気圏突入して使ってるしな。天空のピラノルージュとか大気圏離脱のエフェクトが消えるタイミング的に離脱中に4連射くらいしてなかったって。種系のライフルとか武装の多くは AK47 みたいに意外とシンプルで堅牢なんかもね。ストフリーンジャが硬化した時は手つなぎかつシールドなしだったぞ。今回は以上となります。ご視聴ありがとうございました。動画作成の励みになりますのでぜひコメント、高評価、チャンネル登録をお願いします。